えっとね、この前さ、高速で帰っているときにサービスエリア寄ってさ、一箱500円ぐらいする高いお土産のチョコレート菓子を買ったんだ。帰ったね。食ったね。うまかったね。へ <laughs> へ気象点欠の天がない話でした。やあ、刹那な圭介だよ。続きから、第3章、食卓。このさ、 血の,バレ血の誕生日デー血の誕生日デーから始まるわけですよ何これいろいろ調べてなかったよな明らかに調理器具ではないものが血に濡れ壁にかかっている <laughs> トマホーク使っておるねこれ絶対に料理には使わんわん大量の血だまりの中に細かな肉片が浮いているこれは 何かを刺したスパイス出てきたわスパイスいらんわ <laughs> なんかないかな年代物の,のワインとともに子物のジュブドウジュースが並んでいるワインハカこの人ここの家の人はワインハカ飲料水のボトルが並んでいる野菜ジュース腐っとんかよ <laughs> えハウス出しゃ出しゃ <laughs> 棚の上に何かあるということもなさそうだ <laughs> キャラクター自らこの上を見るんだなんだ、RPG ゲームにコットンそこまで見るってフリーゲームの RPG にコットンか <laughs> ハウス結構ゲーム好きなんかなこっちからいけるん重い鉄鉄扉についた 小窓の向こうには冷たい灰色の通路が続いている鍵穴がこちら側にある鍵さえ見つければ向こう側に行けそうだ鍵探せってことか鍵かい美味しそうだなアマトーハンス出てきたアマトーハンス花はしおれているクリームたっぷりの大きなショートケーキがある わーい俺の誕生日ー <laughs> 乾いたホットケーキに傷み始めたススフルーツサラダが置かれている。ほんとパーティーやで。よっしゃ2階。さらに数メートル、はしごを登ったところから光があふれている。光。あれここ、見たことあるで。おかしいな。<laughs> はしごを登りきると、暖炉を通じて、

結構調べたけどな時計を刻む灰の音じゃやけに耳につく時間がないめっちゃ燃えおるやん燃えおる音めっちゃ聞こえるやんこれ何これ絶対これ何かあるんやけど火にかけられた鍋から野菜の煮込まれた甘い香りがするきたよ鍋の中を覗いてみますかよっしゃなこれ ほせ切れの野菜が浮かぶ半透明のスープに大きな骨付き肉が沈んでいるちょうど子供のふくらはぎのような考えすぎやハウス違うぞそれは子供のふくらはぎのような不動さのに豚の肉じゃいけるいけるうんうんえしてえなあーなんか女の子がほっふせできた ミリオタ女の子を返してあ私の私の足私の足お願いあ先ほどまでに出会った体のかけた動物たちや子供たちとは違うこの少女はまだ生きているああミニゲーム来ました 両足のない少女が力尽きる前にこの部屋から脱出してください彼女を救う方法はありませんハンスは混乱して正常な行動が取れない場合があります行動選択には注意が必要ですわあーこれ難しいボタンでこの部屋から脱出してくださいって鍵いるってこと時間以内にハードやなよっしゃーファイル6 2にセーブ行くぞ ああ、おかしいやろ、これ、おかしいやろ。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 おかしい、中に。何この状況あ、現象確認から始めよう、現象確認から。何が起きた、お前。いけるんか、お前。やめて。食べないで。私の足を。わたしの。わたしの。いやこれなんかここに調べたなんかあるんちゃうかな。煮込まれてるよ。あ吐は気毛も用しただけか助け。お願い。 私、お、おた、じょう、おたじょう、おたく女子のりく、おたくなのかいきみ。みりおたかとは思っとったけど、ほくぜん、ほくぜんしんしながらきたし。あ、なんもないん。おのとるん。えなんかあるで、なんてこんな、今日、おた、じょうびなのよ、私。私の、なのに。 何のために斧取ったんじゃこいつは気持ち悪い痛い痛いよ助けてパパママ私斧持ってきた痛い痛いよ助けてパパママ私斧持ってきたけどどうすればいいと思うなああれ斧どこ行った <laughs> あれ金槌ちもあるやん。 武器のオンパレード。えなんで片隅の片方ずつしか持てんのなんかあるぞ、これ。そして、貴重品にも、貴重品にも、名前が載らんのじゃ。どういうこと何か壊すんかスパイスの袋。香辛料であろう黄色や黒の粒が詰まっている。他にも何も入ってないようだ。ち、いまいましい。痛い。返して。ねえ、私の足を返してよ。 ねえや,やってと言われてもって言われても言われてもまあ言われてもこれがかぶっているいちいち出ないでくれあーあー痛い足がないのね返してもしかしてこっから足を救出しろって感じおいハウス救出してあげろ足 私死んじゃーういやそういうあいだって俺何すればいいかわからんしええー、えええええー、ええ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 え 持てんよ、そんな顔しよったら <laughs> えー、食べんよ食べんけどさどうやって足を吸収すればいい吸収すればいいのか分からんけど逃げろ逃げろ鍵はどこだ鍵はどこだ鍵はどこだ鍵探しとやな鍵どこなん鍵どこだん 上ないんだ、植えないわ。調べてもしょうがないんだ。鍵はどこだまだ鍵はどこだよいいああはいはい。おたじょなんでしょ。おたじょなんでおたく女子なんでしょ。分かった分かった分かったけど。分かったけど鍵なんかどこにあるか分からんよ。誕生日なんでしょ。わかってるよ。誕生日なんでしょ。誕生日は誕生日らしくさせてあげたらい,いんやけどね。どうやって救出すればいいのか。 ないな空っぽ空っぽで、ね、中身中身あるかもしれんって状態だったらこっちあるかあるか空っぽえー、ええー、どこ調べてないどこ調べてないどこ調べてない,いーここ調べたような気がするわあれでも鍵はどこだって連呼し始めたなどこ金槌ゲットだぜああ ちょっと待って、ちょっと待って、なイやもしょうがないで、ナイスシャーッイアゲしょうがないやないかい。え、どうすればいいこれ <laughs>。必ずきてドア開けるパターンで行ってみようか。一旦こっち調べたらさ、なんか、影はどこだっていう、こういうメッセージが出るようになったんよね。多分フラグ。 ここで斧を獲得この斧でちょっと強行強行突破を図るぜ強行突破しろやわからんなおっよく見ると秒針が何かに引っかかって止まっている鍵だやったー <laughs> えな何文字盤のガラス縁を 開けることができない鍵がかけられているようだそこにまで鍵こんなものを壊してしまえばそうや斧持っとるやん斧持っとるやん斧で行けきたー斧。よしこれで鍵束を手に入れたやったやんようやくここから脱出できるここだけで時間かけすぎなんだよチカロウの鍵を使った 鍵が曲がっていて解除することができないまさか文字盤のガラスを壊したときそうどうすれば女の子近づいてきてるねうん助けてブエータンキーかこの女の子はタンキーかオペレーション2を発動するオペレーション2をね 斧で時計を壊したんやけど、それをハンマー、え、金槌の方でやればどうなるかというパターンをやっていきたい。お金槌でやったっけ <laughs> まあいや、金槌だったような気がするけど、金槌でしょ。で、これをな、鍵見つけて、バックファイヤーバックファイヤーええー、と、まあこんな感じでティルラ、手入ルだ神玉ちょっと待っててね。ちょっと待っててね。私が鍵を開けるからね。待っててね。 これでいけるかえ嘘あ、そうちゃ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 うここ調べる前にたぶん、おと金槌どっちでも悪いんやけど、後でどうにかしてまっすぐにするけん。はさ調べる前にやらないあかんのじゃかきたばって入れてないよ。なかったね <laughs> あるんじゃんかきたば。あったあった。 力の鍵と力の鍵これをさ、ハンマーでどうにかできんの分かっとうって言うたやん。えさっさとこっから出るぞ。それはいいんやけどさ。えさっさと出るんやけどなななな聞いてくれへん。聞いてくれへん。まっすぐじゃないんです。まっすぐじゃないんです。鍵まっすぐじゃないけあかんのです。どうすればいいなあ、ハンス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 ,ハンス ハンスまっすぐにまっすぐにハンスまっすぐにおまっすぐにこっから行ってどうなるふさがっとるがな。えどういつもいかふさがっとるがな。まあいいや、ちょっともう一回やってみよう。あー曲がってるわー、曲がってるわー。別の方法で壊さなあかんのもしかして。やろうまさか この金槌で壊すもはこっちの方とか言うんかもしかしてあ違うん <laughs> え違うんあああそれでは飛んであそういうことかうう、なにガラス片が目に入ったくくそ目を開けることができないクラなってる 足を返してーええ何してくれとんね。何してくれとんね。お前お前何してくれとんねん。まさかとは思うけど、金槌だったけんダメだったとかするパターンかな。斧だったらいけるんかなもしかして。何の違いがあるか知らんけどさ。やってみよう。 爆ファイヤー音違うな。<laughs> あ長期イに兼ねた、え小野のサヤが俺、瞬時空中を舞い直後に、その刃先がハウスの喉に降り立った。な、むちゃくちゃや無むちゃくちゃやそんな錆びかけていた先端が喉元に食い込み、肉と刃の間から音もなく力が流れ出している。次第に勢いを増して、 喉から口からも、喉からも口からも濃厚な血液が流れ出し、ハンスを赤く染み上げていく。まあ、ガレーって。退いていく意識の中、自分を呼ぶ妹の声を聞いたような気がした。めちゃくちゃやん、そんな。めちゃくちゃやん。もうなんか、がんじがらめや。発砲下がりや、こんな。 はーい。わからないので、他の実況者さんの動画見てきちゃったよ。ネタバレしちゃったよ。すいませんな。攻略サイト見てるとも一緒ですな。確かなんだったかな。とりあえず、ここは確定事項だったわけで。えー、っと、まあ、ここで何も持たずに、これ調べよったら、鍵だってなる。で、文字盤のガラス蓋を開けることができない。鍵がかけられているようだ。 俺は多分この斧と金槌を先に見つけてしまった件このメッセージが出てくることあの時計のカバーにも鍵があるってことが分からんかったんでしょうねでもってその鍵っていうのがこう光っとるんですよ俺の時光ってなかったんは多分このフラグが立ってなかったからでしょうというわけですちょっと調べる順番が間違っとったみたいね壁時計の鍵を手に入れた というわけでまあ、こうやって開くわけですよ。時計から調べた方が難易度下がる感覚やな。トンカチとか、そりゃ、おうの先に見つけたら先に調べてしまうよなって思うけど。紙時計の鍵を使い、カラス豚は開けた。よし、これで。これでもう問題なく脱出できて、こいつ、こいつは救わんのじゃ。もうこいつはもう、ふる、ふれんのやな。ごめんな。 なんで名前か知らんけど、サダノブって名前つけとこうかなサダノブ、サダノブ、サダノブ、あれ絶対出口じゃないだろ、これ。<laughs> さっきからつながるとこじゃないだろ、絶対ここは。おかしいだろ、ここは。もうなんだろうな。この展開にもちょっと慣れてきた気もしないでもないよな。ちょっと今日のパート長くなってしまっ、長なったっていうか、 あそこだけ時間食ってしまったぜ。辛いこっちゃ。まあ、とりあえず今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週あげ。